大阪市立阪南中学校は、大阪府大阪市安倍野区にある公立中学校。1947年に創立。北畑、手塚山地区をはじめとする安倍野区南西部や、天神の森地域といった西成区東部を航区とする。校舎と運動場は別に設置されており、道路を挟んで北側に運動場がある。 1947年の学生改革の際に、大阪市立安倍の第三中学校として創立した。創立当初の校区は、大阪市立高松小学校、大阪市立安倍の小学校の校区全域及び、大阪市立北田編小学校校区の一部だった。創立当初は、大阪市立高松小学校及び、大阪市立工芸学校の校舎の一部を借用して、 授業を行っていた。翌1948年に、安倍の区判南町西二丁目の旧私立判南上学校敷地を買収して移転した。1948年には校区を変更し、高松小学校、北田編小学校区を校区から外して、大阪私立生命級小学校校,校区を同校校区へ編入した。これに伴い安倍の 生命級の二小学校校区が校区となった。さらに1950年には北家の現在地に文教場を開設し、1952年には現在地を本校として移転した。1955年には大阪市立安倍の中学校の創立に伴い、安倍の小学校校区を安倍の中学校校区に変更し、生命級小学校一校の校区のみが、 阪南中学校校区となった。1957年には校歌変更を行い、大阪市立阪南小学校の校区を阪南中学校校区に編入した。これに伴い、阪南生命級2小学校の校区が同校校区となった。さらに1969年には、地域住民の要望により、従来大阪市立岸の里小学校、 大阪市立成南中学校の校区だった、西成陸天神の森が、生命級小学校、阪南中学校校区に編入され、現在の校区となっている。運動部男子、女子バスケットボール部男子、女子バレーボール部バドミントン部軟式野球部サッカー部、卓球部男子、女子ソフトテニス部水泳部陸上競技部文化部、合唱部美術部英語、文芸部パソコン部家庭科部、 ありがとうございます。